大統領当選者、ジョン・クインシー・アダムズ1824年、アメリカ合衆国大統領選挙は、最終的にアメリカ合衆国会員に持ち込まれ、1825年2月9日に、ジョン・クインシー・アダムズがアメリカ合衆国大統領に選ばれた選挙である。この選挙の数年前から連邦党が崩壊していたため、議会に民主共和党の一党しかない時期が続いていた。 この選挙では民主共和党が4人の異なる大統領候補を推すアメリカの政治史の中でも異色なものになった。選挙の後にアンドリュー・ジャクソンが民主党を作り、アダムズとヘンリー・クレイが指導する派閥が国民共和党となり、後に保育党となった。この選挙は選挙人選挙で過半数を制した候補者がいなかったために、 アメリカ合衆国憲法修正第12条が1804年に成立して以来唯一大統領選挙が下院にも連れ込んだことで有名である。また選挙人選挙で最多得票を得た者が大統領になれなかったことでも唯一の選挙である。さらに大統領になった者が一般選挙では勝っていなかったことでも最初の選挙であった。ただし、この時の一般選挙は 全国で行われたわけではなかった。いくつかの州は一般投票を行わず、州議会が選挙人を選んだ。選挙結果の図、数字は各州の選挙人数。緑色はジャクソン、桃色はアダムズ、青色はクローフォード、大々色はクレイが獲得した州を示す。この選挙の大統領候補者は次の4人であった。アンドリュー・ジャクソン将軍米英戦争の時の カリスマ的英雄であり、元アメリカ合衆国会議員、選挙時はアメリカ合衆国上院議員。1822年にテネシー州議会から、1824年にペンシルベニア州の民主共和党党員集会から、大統領候補に指名された。ジョン・クインシー・アダムズ元大統領ジョン・アダムズの息子、元連邦党員、元ロシア駐在アメリカ合衆国大使。 頑丈条約の条約暗記奏者の一人、元マサチューセッツ州、選出アメリカ合衆国上院議員、選挙時はアメリカ合衆国国務長官。アダムズは元連邦党員であり、ニューイングランドの有権者にはその名残で人気があったので、ヘンリー・クレイよりは多くの支持を得ていた。また、この選挙に先んじて、アダムズ一家は民主共和党に参入していた。ウィリアム・クローフォード元 フランス駐在アメリカ合衆国大使、元ジョージア州選出アメリカ合衆国上院議員、元アメリカ合衆国陸軍長官、選挙時はアメリカ合衆国財務長官伝統ある議員集会では、苦労報道を大統領候補に、アルバート・ギャラティンを副大統領候補に指名したが、出席党員の数が少なく、非民主的と周囲から攻撃された。ギャラティンは後に副大統領候補を辞退した。 1823年、クローフォードは率中を患い、1824年には回復したものの大統領になるには障害となった。ヘンリー・クレイ、偉大なる妥協制作者、選挙時はアメリカ合衆国会議長、候補者たちは国の異なる地域の支持を得ていたので、政策論争よりも各候補が選挙民からの人気を競い合う傾向となった。アダムズは、 国の北東部で強く、ジャクソンは南部と大西洋岸中部で、クレイは西部の一部で、クローフォードは南東部海岸地方で強かった。また、当時の陸軍長官で、サウスカロライナ州出身のジョンカルフーウムは、候補者選びの初期段階で5番目の候補者であったが、南部でのクローフォードの人気を観察した、結果、副大統領の候補となる道を選び、ジャクソンを応援した。 アダムズとジャクソン双方の支持者がカルフーンを応援し、選挙人投票で楽に過半数を獲得した。選挙人選挙の結果、4人の大統領候補は誰も過半数を獲得できず、最終選挙は会員に委ねられた。一方カルフーンは副大統領候補として有力な対立候補のいない選挙となり、選挙人選挙で182票を獲得して当選した。 一般選挙の数字には、デラウェア州、ジョージア州、ルイジアナ州、ニューヨーク州、サウスカロライナ州及びバーモント州が含まれていない。これらの州では選挙人は一般投票ではなく、州議会で選出された。副大統領選の結果、ウィキペディアの研究では、デラウェア州、メリーランド州、及びニューヨーク州の選挙人による連名投票の結果を明確にできていない。 よって、上の結果は、最小と最大の推測値を示す。下院での州ごとの投票結果、大統領の選出は、下院に預けられた。憲法修正第12条では、選挙人選挙の結果で、上位3名のみが下院での選挙に出ることができると、されていたため、ジャクソン・アダムズ・クロー報道が候補者となった。規定により除外されたクレイはたまたま下院議長であった、ため、選挙を仕切ることとなった。 クレイはジャクソンを嫌っていたので、ジャクソンについて、私は最高権移植の難しく複雑な様々な任務に対して、ニューオーリンズで2500人のイギリス兵を殺したことが資格になると信じることはできないと語った。さらに、クレイの考える経済施策は、アダムズの提唱する関税や国内改良の立場に近く、ジャクソンやクローフォードとは一線を画していたので、クレイより、 多くの投票を得ていたアダムズにその指示を回した。その結果、ジョン・クイン・シー・アダムズが1825年2月9日の最初の投票で大統領に選ばれた。ジャクソンは一般投票でも選挙人投票でも多数を占めており、自分が大統領に選ばれるものと思っていたため、このアダムズの逆転勝利に衝撃を受けた。アダムズがクレイを国務長官に指名すると、 アダムズやその前の3人の大統領が国務長官を経験していたので、クレイが大統領の後継者であると宣言した。ジャクソンとその支持者は、アダムズとクレイが裏取引をやったと非難した。アダムズの任期である4年間にわたって、この非難は続き、最終的には1828年の選挙で、ジャクソンが大統領に当選したことでこの論争に決着がついた。 ありがとうございます。